田さん。なんか来たって顔してるね。農地汚染もありますけど、その影響ですか、もう調べなければその次の世代にも引き継いで負の遺産ばっかり残すんじゃなく、やっぱりね、そのなんかいいものをね、次の世代に残せるような、原爆とかなんかは一瞬の被爆ですよね。そうじゃない低線量の持続被爆っていうことなので、大型哺乳動物では前例がない。だからどういう結果が出るか全然わからないんですけれども、モニターしていこうということにしたんですね。ところがこう白斑が全身あるでしょ。らしいらしい。っていうのはやっぱり家族ですよ。だからその家族を粗末にするようなことがあっては、仮面も仏もないわけではないから、いずれこの見返りは大きく返ってくるんじゃないかなと思っております。将来的には、ここもその除染が終わって解除というか、そういったことになってね、いずれは営農を再開するとか、やっていいよというふうなことになると思うんですよね。線形リンパは大きいね。で、頸部にヘモリンパの主張が1、2、3、3つだね。
モリンパの主張が3箇所。はい。小指の。え？で、白血病が出てもそれが放射線の被曝によるものなのかウイルス性ものなのかが分からないと。で、それを今年は識別しようというのが一つのテーマになっています。